さあ始まりました、将棋場チャンネルということで、今回見ていくのが第36期竜王戦7番勝負の第3局となります。さあ開幕から2連勝で藤井聡太竜王が好スタートをね、防衛に向けて好スタートを切っている。さあここで迎えた第3局、伊藤匠七段としては何としてもここでね1勝を挙げておきたい。逆に、ここで藤井聡太竜王が3連勝すると、防衛までね、あと1つということになりますので、さあ、先手番となった伊藤七段、どのような作戦なのか楽しみですね。早速見ていきましょう。さあ、本譜、2六歩。そして8四歩と。やはり、居飛車の出だしですね。2五歩に8五歩。さあ、ここの次の一手でどうなるかということでしたが、本譜は7八金として相掛かりを選んできましたね。伊藤匠七段、第1局も相掛かり、第3局もね、やはり先手番だと相掛かりを選んできました。まあ余談ですけど、第2局の藤井竜王が先手の時は、藤井竜王は角換わりを、指して試行してきたということで、7八金じゃなくて7六歩ということでしたが、本譜は7八金に対して3二金と相掛かりの出だしになりました。さあ3八銀から7二銀、6八玉に1四歩と、そして先手も9六歩とね、端を突き合っ、角側の端をね、伸ばしておくと。相掛かりにおいては、角の方の端は伸ばしておいて損はないということですね。さあ後手は7四歩と、刺していき、この7四歩を見て先手が2四歩と動いてくるということです。さあ同歩に同飛車と、走っていき、ここで2三歩と受ける手に対してビューンと7四飛車とね、この横歩をかすめ取るというのが先手の狙いでしたね。さあ7三銀に7六飛と、追い払っていき、4二銀に2六飛車とね、飛車を安定させるために戻していくと。さあ、これまでのやりとりで、先手は飛車先の歩を切りつつ横歩を取っているので、一歩得をしているという状況です。ただし、その歩を取るために飛車をね、ビュンビュン回って指しているので、その分、後手は金銀をね、前に進める、いわゆる手得ということですね。なので先手としては歩を得したという主張があるし、後手としても歩は取られたけども、その分金銀をね、駒組みを進めているという主張ができているということです。さあ5四歩とまずは中央を伸ばしていき、7六歩と指した手を見て、ここで8六歩と後手も飛車先の歩の交換に行きました。7六歩と指したので先手の飛車の横利きが止まった瞬間ですね。同歩、同飛と、走っていき、先手も8七歩と止めるんですが、8二飛車と、一番下まで構えていきます。さあ3六歩と伸ばしていき、ここに桂馬なり銀なりが進めるということですが、本譜はここで後手は6四銀とね、上がっていくと。さあ、この6四銀に対しては3七銀。そして、ここで4一玉という手を指しましたね。このあたりは手が広いところにはなってくるんですけれども、一度先手の出方を伺う、様子見ということですね。この手というのは、先手がもしここで4六銀と激しく来るならば、居玉を避けてね、戦いになると。6五銀からね、非常に激しい攻め合い、一直線の攻め合いというところが、想定される順にはなってくるということなんですけれども、本譜は4一玉に対して5八金とね、穏やかに先手も指していくということでした。やや妥協というのか、激しくいかずに一旦自玉に手を入れたというところですね。ただしこの5八金にも54分の考慮をして、長考して指しているので、4六銀の変化ももちろん水面下ではあったと思います。さあ、この5八金を見て、今度は藤井竜王が62分の長考し、5五歩と、
まあ、5筋の位を取って、まあ、中央をね、ところで主張を出していくと。さあ、この5五歩に対しては、4六銀とね、まあ、角の道が通っているので、5五の地点、角銀の2枚。対する後手は今、銀の1枚なので、まあ、ここでね、まあ、5五の歩を狙いに行くと。さあ、後手も、まあ、5五歩と伸ばした位置を支えるために、3四歩と、まあ、角道を追加して、まあ、5五のね、数を足していくんですが、3四と伸びた手を見て、先手が3五歩とね、まあ、早速戦いを起こしていきました。さあ、非常にね、まあ、序盤から激しい展開になってきそうな形になりましたけども、さあ、どのようになっていくのか見ていきましょう。さあ、本譜、この3五歩に対しては、素直に同歩と、まあ、応じていくということでしたね。いや、これには、まあ、伊藤七段も少々驚いたのか、46分考えて同銀と選んできましたね。まあ、いわゆる棒銀のような攻めですよね。飛車と銀で角の頭を狙っていくという非常に銀が5段目に出ると、ひとまずは成功というふうにね、まあ、言われる形になりますので、まあ、素直に3五歩同歩と応じてきたことに、まあ、この後の展開を読みを入れたんでしょう。さあ3五ね、まあ、同3五に銀が出てきたんですが、受けるのならば3三銀とかでね、まあ、受ける手もあったと思います。ただし、藤井竜王はそんな受ける手を指さずに7三桂とね、まあ、あくまで攻めの手を見せていくということです。さあもちろんね、2四歩からやってくるこの手に対しての準備があるから、逆にカウンターをできるように、桂馬をね、跳ねておくということでした。さあ、先手もここで、やはり55分考えて、2四歩を決行するということです。やはり藤井竜王が受けないということですからね、まあ、何か罠があるのか、このままシンプルにね、直線的に攻めていいのかというところは、やはり先手のね、伊藤七段も、考えざるを得なかったんでしょうかね。とはいえもここまで来たら行くしかないということです。さあ、2四歩に対しては同歩。そして同銀と、まあ、シンプルにね、まあ、これで飛車と銀の協力体制で、まあ、2筋の突破をできるぞというね、まあ、単純明快ですけれども、非常に厳しい狙いですよね。さあ、これで1日目が終了ということになるんですが、封じ手にね、103分の大長考をして封じ手をした藤井聡太竜王。その封じ手というのがこちら、5六歩という手でしたね。まあ、非常に激しい順を選んでくると。そしてまあ本命ではありましたね。やはり藤井竜王、あくまでも攻め、まあ、後手番とはいえ、まあね、ひとまず受けてからとかいうことではなくて、激しく攻め合いの順を選んで、そこに勝機を見出すということでした。いやさすがね、最強の、ま、攻撃力、ま、安定のね、やっぱり信頼のける終盤の力を持っているので、そういったところの最後の寄せ合いになってしまえばというところでしょうか。お互い自玉がね、少し不安定なところではあるんですけれども、まあ、ここは先手のね、小瓶にもなっているので、まあ、少し攻めやすいと。さあ、5六歩に対して、本譜は同飛車とね、まあ、応じていきました。まあ、同歩はね、やはり王様の小瓶が空いているのと、まあ、角がいつでも交換する形になっているので、まあ、王手飛車のラインもね、少し気になったりします。なので、本譜は同飛車と取ったわけなんですけれども、まあ、ここで後手も狙われてた角をスパッとね、まあ、8八角成と交換してしまい、同銀に、さらに5二飛車とね、ぶつけていくということでした。いやー、これで角をさばいて、もう飛車もぶつけてしまうというのが藤井聡太竜王の指し方ということでしたね。まあ、飛車のぶつけ、これにね、もし交換してしまうと、手順に同玉と取った手が、攻められているところから離れていくね、まあ、安全地帯に行くので、これは先手としてもやりたくない順ですよね。まあ、王手はできるんですけども、この王手が何でもないですからね、まあ、筆止められてしまって、どうしていいかわからないような飛車になってしまいますから、
これはね、先手としては飛車交換はしたくないということで、ここで本譜は3六飛と回っていきましたね。まあ、これはシンプルに次3二飛車成とズバッと切ってしまう手ですよね。仮に同玉ならば角金なので2三角打ちから即詰みという狙いがあります。なので一度ここで3四歩とね、まあ、中合いの歩で、まあ、取ったならば近づけて受けるし、取らなければこれ銀挟みという形でね、まあ、銀が歩で挟まれているので、次に2三歩と打てば銀がね、いけなくなるよというような手でもあるので、まあ、放置もできない。なので本譜は同飛車と、まあ、近づくんですけれども、ここでガツンと3三銀とね、まあ、ぶつけていきました。まあ、守りの銀にはなってきて、先手のね、銀も一応さばけるので、まあ、これは先手としても同銀なりと。そして、同金とね、まあ、取ることで、飛車取りの先手で受けるということです。さあ、飛車の引き場所、非常に悩ましいところですけども、本譜は3六と、まあ、こちらに引いていきましたね。まあ、どこまで引くのか、まあ、一番下がね、一見自然には見えるんですけども、まあ、後手の狙い筋が5筋というのが見え目なので、例えば5六歩からね、まあ、同歩、5七歩のような攻めがね、まあ、見えてしまうと、この飛車の引き場所、同金ならばね、割り打ちが出てくるというようなところで、この飛車が負担になりますから、まあ、かといってね、割り打ちのあるところ、3八もなかなか引きづらいということで、本譜は3六飛と、まずは引いて、まあ、縦横に使えるところですね。まずはそこに引いて、バランスよくね、まあ、なんとかというところでしたが、後手はそれでも構わず、5六歩とね、やはり王様の小瓶を攻めていきます。さあ、小瓶攻めということで、これはね、やはり先ほども言ってる通り、同飛車と取ってしまうと、飛車交換をされてしまうということになりますので、これはどうやってもね、まあ、この、先手玉の方が打ち込みの隙が多いので、まあ、飛車交換は後手が有利ということになります。なので、この5六歩に対しては、まあ、同歩と、まあ、取らざるを得ないんですけれども、王様の小瓶を開けてから2二飛とね、まあ、ここで回っていきます。いや、非常にね、まあ、飛車がビュンビュンと仕事をして働いていくということでしたね。まあ、この金銀が正直ちょっと壁にもなっているので、まあ、非常に効率よく後手は飛車を使っていくという形で、まあ、その代わり王様のね、周りの金銀は少しバラバラにはなってきてますが、これを薄いというような表現ではなくて、藤井竜王は王様の広さというように捉えているというようなね、まあそういう風な戦略なので、まあここで飛車をビュンって回って飛車成りを見せていくということでした。まあこのね、まあ、シンプルに回るというところも、ひとまずやはりストレートに攻めていくというのも、例えばですけども、4五銀とね、まあ飛車を追い払ってからやった方が確実に飛車は成れるんですよね。まあ、飛車成りを防ぐなら2八歩ぐらいですけども、まあ、2七歩と合わせることができるので、まあ、ただこの銀がね、少し働きが弱くなるということなんでしょうね。まあ、シンプルに回っていくという手を本譜は選んできました。じゃあなぜシンプルに回らずに4五銀を入れた方がいいのかもしれないというのは、仮にここで、まあ、2四歩とね、一回近づけて、まあ、これに対して同飛車とさせてからね、まあ、連打で止めておけば、飛車成りは一旦守れるというところがあるので、この飛車は4五銀で下に追い払ってしまった方が、竜は作れますよというところはあったんですけれども、まあ、こういうふうにもし進んだとしても、まあ、大丈夫というようなのが、おそらく藤井竜王の読み。まあ仮にですけど、2-2と引いたときに、まあ3四歩と打たれても引いておいてね。まあ一見ガツンと3三銀打ちからガリガリと来られるって少し怖いんですけども、同桂に同歩成りのこの瞬間に2四角打ちがね、まあ王手と金取りということで、まあこれで耐えているので、まあ飛車先を受けてくるならば、まあこれは大丈夫ということになっていたというようなね、まあ非常に
シンプルにやはり銀を温存しておいて、的確にね、相手の寄せに使えるように、最小限のね、駒の働きで最大の駒効率を目指している。そんな藤井竜王の駒さばきに見えますね。さあ、このね、まあ、2二飛車と北手に対して伊藤七段がどうするかというところでしたが、まあ、45分、まあ、長考して、ここでなんと勝負。3四歩と、いや、攻め合いに出てきたということですね。まあ、こうなってしまってはもう、お互い殴り合いということで、どちらの読みが深いのか、早速ね、終盤戦見ていきましょう。さあ、3四歩と、一度金を叩かれてはいるんですけれども、これに対して44分、藤井竜王も考えて、この瞬間に、すかさず、5七歩と、まあ、こちらも、歩で叩いていくということですね。いや、これはね、非常に激しい攻め合い。もう、詰むか詰まないかの終盤の読み合いでは、やはり藤井竜王、少し分がいいということですよね。まあ、ここで、5七歩と一本叩いていく。さあ、これに対しては、43分。考えて、じっとね、やはり4八金とね、まあ、寄りました。まあ、3三とね、攻め合っていきたい。というところではあるんですけども、やはり5八歩成と王手されて、まあ、同玉に2八飛車成がね、まあ、一応王手。まあ、ただし、頭金までの、まあ、実は詰めろはなっているので、この瞬間をどういうふうに見るかということですね。まあ、仮に歩で受けてきたならば、実は5七銀からね、まあ、この王様が詰まされてしまうというようなね、まあ、ところがありまして、まあ、これ、まあ、一例ですけども、下がった時に、まあ、風なのでね、まあ、5七から、まあ、何か駒を打っておけば、まあ、実は詰むということですね。まあ、この3九竜が潜れる形になっているのが3八歩の合駒になってしまいますので、まあ、かといって、まあ、変えて3八銀とかでね、受けていく手もあるんですけれども、まあ、ここで一度3三桂と同飛車成を入れてから、まあ、5七をね、ちょっと叩かれた時に、少しやはりね、攻めが繋がってしまうと、まあ、これは本譜にもね、似たような変化が出てくるので、この辺でちょっとやめときますけれども、まあ、なので、まあ、この局面3三歩成と行くと、後手の方がね、まあ、少し有利に運べると、伊藤匠七段読んでいって、4八金とね、まあ、辛抱したということでした。まあ、ただし、これに対して46分、藤井竜王も考えて、ここで2九飛車成を決行していきましたね。さあ、こうなってくると非常に激しい。もはや止まることができません。先手も3三歩成と、まあ、と金を取って、まあ、これで頭金までの分かりやすい詰めろということになるんですが、この瞬間に、まずは5九角と王手をしていき、まあ、唯一逃げるならば7九玉と、下にかわしていくんですが、4八角成と、まあ、これが竜の空き王手ですね。なので、ここで3九歩とね、まあ、飛車の縦の利きを使って、底歩を打って竜の横利きを止めるんですが、3三桂、そして同飛車成とね、まあ、非常にギリギリのところを攻めていくと、さあお互いね、まあ、王様、まあ、どちらが積んでもおかしくないというような状況にはなってくるんですが、まあ、こうなってくると、さすがに後手も一度受けざるを得ないということですね。本譜は3二金と、まあ、ここで金を打って守るということで、まあ、ここまではね、まあ、一本道ですよね。3三歩成から、まあ、お互い読み筋であるというようなところにはなってきてます。さあ、どちらの王様が寄せれるのか、さあ、寄せられるのか、さあ、このね、最後の攻防を見ていきましょう。さあ、3二金と弾かれてはいくんですけれども、ここで豊富な持ち駒を生かして、まずは4二銀と王手をしていきます。まあ、かわしてしまうとね、
これはすかさず4一角から詰みということになっていきますので、まあ、非常に、まあ、この辺まででやっとけば分かりやすいかね。まあ、桂と金があるので、詰みと。なので、まあ、4二銀は同金と、まあ、取るしかないんですけれども、ここで寄せの手筋である5四桂とね、まあ、桂馬を放っていくと。まあ、この手は竜を取る隙を与えない。竜を取れば頭金までですよ、というようにね。まあ、竜を取らせる隙を与えないように、そして詰めろを続けていくということです。さあ、これで、まあ、5四桂と詰めろと、まあ、なんとか迫っていくんですが、これに対しては5一金とね、まあ、数を足して、頭金を防ぐと、まあ、なった手を取り返せるように防いでいくんですが、先手もさらに3一角とね、まあ、これで数を足して、部分的にはもうちょっとね、受けの効かない形にはなってしまうというところになりましたが、ここで必殺と言いますかね、まあ狙っていた3九竜と、まあ王手竜取りということで、まあこの竜を消すことができるんですよね。まあこれがあるので受けは大丈夫ということでした。さあこの3九竜にはもちろん同竜。そして、同馬とね、まあ、剥がしていくということで、まあ、こうなってくると先手はね、もうあと止まることできないので、なんとかして攻めをつなげていかないといけないんですが、本譜、ここでまずは4二角成と、まあ、桂馬を残す手順でしたね。さあ、これには同金と、そして、ここで7七銀とね、まあ、王様を逃げ道を作っていきましたね。まあ、寄せる手というところが見つからなかったということでしょうか。まあ、もしね、つなげるとするならば、5一金という手もあったとは思うんですけど、まあ、これはね、もちろん取ってしまえばね、まあ、わかりやすく6一飛車から、まあ、飛車金があるので、詰みというのはわかると思うんですけども、5二玉になっておいて、ということですね。なので、5一金は取れないんですが、まあ、ここで、三二玉などをかわしたときに、この馬をね、まあ、抜きに行きますよ、というのが、一応ね、五一金から粘りの順としては考えられてたところではありますが、これは深く読んでいくと、かわされて三九飛車と、まあ、馬を抜くことはできても、やはり五八歩成とね、さらに王様に寄せが迫ってきますので、まあ、ここで逃げ道を作るとしても、まだまだね、寄せの手筋としてどんどん絡みつかれてしまうという順が一つありますので、まあこうなってくると、やはり厳しいなと。まあ先手玉厳しくなるので、まあやはりここの5一金という寄せはちょっとね、まあ通じないと。なので本譜は7七銀とね、まあ逃げ道を作るようになんとか耐えていこうということでしたね。まあしかし伊藤匠七段ももう時間を使い、てしまって、残り9分。対する藤井聡太竜王はね、まあ、49分という時間的な余裕もある通り、まあ、形勢的にも、時間的にも、藤井竜王が、まあ、優勢で終盤を迎えているということです。さあ、続きを見ていきたいと思います。さあ、ここで7七銀と、先手玉、なんとか、退路を作っていったんですが、ここでもじっと、5八歩成と、いう手がね、まあ、非常に厳しい詰めろになっていますよね。さあ、王様はここで8八玉と、なんとか安全地帯になるように逃げて耐えていこうとするんですけれども、さらに5七馬とね、まあ、迫っていくことで、これがさらに詰めろなんですよね。そして、このね、王手馬取りのような筋からも避けていって、まあこれがね、まあ決定的な決め手にはなってしまいましたね。まあこれの詰めろというのは、まあどのようなっていうと、まあ簡単に言うと7九角からですね。まあちょっと手順は長いんですけれども、比較的わかりやすくね、まあ詰む順というのがありますので、まあ9七から放っていけば詰みというようなところもね、相まって、まあ非常にこの5七馬が詰めろになってしまっていると。なので本譜はここで一度8一飛車とね、まあ、王手をしながら、まあ、上部になんとかね、まあ、効いてくれればというような
最後の望みは託してみたものの、本譜3に玉とね、まあ、かわしてしまって、これ以上の迫る手がないということでした。なので、ここで3四金とね、まあ、詰めろをかけておいて、まあ、手を、まあ、首を差し出したということでしたね。さあ、本譜、ならばと、藤井竜王、ここで7九角とね、まあ、王手をしていき、同金に、同馬、同玉、そして6八銀打ちと、まあ、あとは寄せるだけということでしたね。8八玉に、7七銀ならず、同玉に、6八銀打ちと、この手を見て、伊藤匠七段が投了となりました。さあ、これでね、まあ、最後は鮮やかに詰ませて、まあ、伊藤七段も首を差し出したというわけですけども、さあ、竜王戦、これで藤井竜王3連勝ということになりましたね。いや、強すぎますね。なかなかのこの強さ、貫禄も出てきたというところでしょう。それでは投了追加、簡単に見ていきます。上に上がって逃げる手から見ていきましょう。この手に対しては77地点からね、まあバラバラに清算していくのが分かりやすいかと思います。同桂に同銀ならず、そして同玉。そこで8五桂打ちとね、まあ次桂ですね。まあ同飛車も同桂があるので、まあ結果的には、まあ上に逃げていっても7四桂と、そして上がって頭金ということですね。かといってね、まあ、この手、下に下がっていっても、飛車と金がありますので、上から簡単に押さえつけられていって、詰みということになります。まあ、非常にね、鮮やかに、長手数ではあるんですけれども、一本道のような詰み筋ということですね。まあ、この6、8、銀までというところでしたが、まあ、序中盤非常に難解な、激しい攻め合いの形を作りつつも、まあ、伊藤七段がね、まあ、3、4、歩から激しい攻め合いを選んだんですが、その乗った土俵というのが、やはり藤井聡太竜王のね、まあ、テリトリーというんですかね、最後の終盤力というところで、深く正確に読んでいったと、そして、的確にね、まあ、距離感、地獄の積む積まないを用意して、踏み込んだところで、見事に、終局というところになりました。ということでね、まあ、この第3局3連勝で防衛まであと1つとなりました。挑戦者の伊藤匠七段、後がなくなってしまいましたが、どこかでね、1つ取り返せば、今後につながる1勝ということにもなりますので、続く第4局は11月の10日、11日、まあ、金曜日と土曜日ですね、に行われますので、まあ、それまでにね、また内容をしっかりとね、まあ、準備して挑んでくるかと思います。さあ、4連勝で終わるのか、はたまた伊藤七段が一つはね、返して第5局まで行くのか、非常に同学年のね、対局という注目のある竜王戦です。第4局も楽しみにしていきましょう。ということで、ここまでね、まあ、非常に長くなりましたけども、良かったよという方は、ぜひともチャンネル登録、そして高評価していただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。